した。お疲れちゃんそらです。今日ですね、見た目めっちゃ強そうなゴールもね、はい、見つけましたので、そちら紹介していきたいと思いやす。ということで、こちらのゴレドラドラの呪文が取るねだけで、施設か宝石が入ってるというデッキですね。はい、ということで、なんか1週間ぐらい前だったかな、忘れたんですけど、結構最近で、世界1位に行ってました、このデッキで、使ってる人がね。でも全然覚えてないんですけど、そう、ということで、ダクネが入ってないですね。ダクネが入ってなくて、しかも呪文が取れないだけなので、ライトニングとかタルババとか、もうそういったのが入ってないよっていうゴールですね。まあユニットが多めっていうのが特徴かな。まあ早速やっていこうかなと思います。で、まあユニットが多いメリットとしては、あのスケアイスピとか高回転デッキに対してのユニット追加が強くなりますね。そう、なんか無限にユニットがいるので、ゴーレムの後ろの後衛を相手が頑張って処理したとしても、例えば着衣とかマスクとかで処理したとしても、無限に、やべえ、なんか当たった、無限に出てくるんですよ、後ろから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 。そうなるとスケアイスピ系のね、デッキだとやっぱその小物だけではね止まらないっていうので、意外とこう高回転使いに強い、だからこそよりマルチ上位とかでもね活躍できるのかなっていう、ゴーレムデッキですね。まあその代わり弱点はやっぱ呪文が施設呪文がないので、タルがねえんだ、枯渇は公開点だけど、まあ枯渇とか、まああとはスケラとかフリーズとかもやつね。そう、リセットがないっていうのがまあ弱点かな。リセットとか後から対応できるカードがないっていうのは。さあ、ラバル、これはもうボコボコですね。ラバルはもう神相性と思ってください。あ、いいザップだ。はい、ラバルへの勝ち方は、ラバ出された時に、後ろからライドラを合わせると負け筋になります。え、ラバに対したら合わせちゃダメなのと思うかもしれないですけど、ダメですね。はい、なので一回ラバ出された時に、一回ね逆サイドにランバーを流すだとかクッションを入れないといけないですね。ごめんなさい、思ったよりなんか届きませんでした、ボンバー。後ろはいけるんだね。そう、なのでまあこのデッキだと、まあ、待って、まあ、10コス溜まったら U の流せばいいんですよ。とりあえずライドラから入ってしまうと良くないですね。まあこれとサイドで行くと墓石に引っかかっちゃうんで逆に流します。まあここは処理していいんじゃない、よいしょ。さあ、なので相手と同タイミングでライドラ合わすと、ラバに端前ですね、背中向けちゃうんですよね。背中向けちゃうとクララのユニットって意外と何もできないんでね。さあ、マジでちょっと遅れてから合わせたいですね。さあ、これはいいね。こんな感じでちょっかいかけて、まあこういうとこでライドラって低めに出したい、低めに。さあ、あれはもうトルネマルシーみたいな、キング起動もしてるから。で、これバルーンを吸うと、このライドラとかがね、危ないので、吸わずに、いや、強すぎ。で、ここで、まあ、端前ゴールでも良さそうですけど、まあ、行く必要がないですね。宝石も、マイティもあるんで、しっかり後ろから組めば、相手はきつそう。さあ、しっかり守る準備もしながら、おー。さあ、ライドラつけちゃうか。これ一応墓石取るねで引っこ抜けるんで、そうっすね、相手はこのバルーンを刺してちょっと勝とうとしてる。よいしょ、ということで、まあ綺麗な勝利かなと思います。まあライドラがね、やっぱラバのメタカードというか、まあ基本的にラバにライトニングって入ってこないんですよ。まああれにね、まあまああれにいるまああれにいますけど、ラバライトニング、まあ、基本いないので、まあ、ファイブヤナメのラバとかにはね、ちょっと許可されちゃうんですけど、まあ、ヤナメザップ、ファイブザップとかの相手には、基本的には強いよねっていうのがライドラなので、ラバ引けば結構、勝ち確レベルですね、このデッキは。よいしょ。さあ、まあ、形組めれば強いし、守りも結構硬いので、まあ、序盤から、あの、ゴレ展開ポーンっていうよりかは、なんか序盤を後ろからこう、相手に対応しながら、ね、余裕あればゴレ展開でいい気がする。守るゴールですね。守りたいですね。ユニット次第では巻き込みたい。さあ、まあ、スキキンバルキリーザッピーか、まあ、スケラーかな。しかも、ファイブアナメの可能性が高いので、結構、
やべえの引いたっすね。普通に嫌なデッキを引いた気がするが、どうだろう。危ねえ。しかもこれライドラでキング起動されてないのも救い。まあ極まれのフリーズもある。さあえきついですねこれは。まあファイボーやな雨なので、このユニットの追加の仕方が結構大事になってくるかもしれないですね。ゴレの後ろにいっぱいつけちゃうと結局、うん、ファイブアナメでなんかね全部いかれちゃうんで、ちょっとずつつけていく。ライドラだけつけてファイブアナメ使わせたところをランバーベビー追加とか、まあ、ランバーベビー追加とかしつつ、ファイブアナメ使ったら、まあ、ファイブアナメどっちか使ったらライドラ追加とか、まあ、みたいな感じでちょっとユニットの追加の仕方を考えないと結構厳しいですね、この戦いは。そう、ダークナイト、なんかこういう名前もよくいる。ダークナイト、ダークライト、なんかダークなんちゃらみたいな。あー、まあ、めっちゃいいビンドラス。ライドラおらんかった今。さあ、でスケルトンラッシュに対してはこの後ろの墓石が優秀なので、後ろ細でしょ。あーベビー入んなっちで、ファイブアナメちゃっちゃ使ってほしいんで。いやライドル避けた天才。さあ後ろに下げてターゲットを変えることによって、いやマジでやばい。はみ出すぎだろ今。いやこれマジでこれで勝つ。今アドはすごいっす。ここで無理に攻めてきても全部完封するし、まだファイブアナミやべえかな。いやマジで勝ちます。あ、ファイヤー来るまで我慢。ベビドルぐらいは。いやいいっすよ、天才的な流れしてる。ザッピーも吸ってあげる。まあさすがにこれは5か、5使う。いやマジで天才的な。え買ってくれ。しかもめちゃくちゃ俺コストあるし、ターゲットが言うのにいってる。ドロドロ。さあこれは高めで一生警戒してあげて。てか今これ無理やりトレネで剥がしタイム来たくね。トレネ、はい、これで、うえおしゃれよ。オッケー、危ねえ。さあファイブアナメは僕あのゴーレムの後ろに途中でねライドラとかしかつけてなかったと思うんですけど、まあ、なんかあんな感じで、まあ、ライドラだけつけて呪文を使わせてみたいな感じかな。そうそうそう。いやな、結構、ああ間違えた、結構いいな。そうじゃないと一気にライドラもベビーもやっても結局呪文で溶かされちゃうんだね。でもライドラの使い方が大事になってくるっすね。そう、相手がライトニングとか持ってる時もライドラだけ出して、ライドラにライトニング使わしたらユニット追加、他を出して他に使ったらライドラ追加、こう分けないといけないですね。さあまあダクネいないゴレ、僕意外と結構このダクネいないゴレも好きなんですよね。まあダクネいるとすごい楽なんですけど、うん。さあゴーストの樽なので、まあロイちゃん、まあ、ジンギか、まあ、陸系かロイか。それでこういう時も待っていいと思う。あ、まあボス延命するユーノぐらい出してなかったかも。さあ何でしょうか。まあメガラムとかもありえる。ゴースターかな。これでも待ってくれんな、俺からしたら美味しいな。だって相手ペッカとかの可能性はまああるけど、ゴレとかラバの可能性薄いじゃないですか。スケラもエレキタルゴースでしょ。まあペッカはあるとしても、別にペッカは2倍タイム3倍タイム入った方がライドラ無双できるし相性がいいので、これはもう待ち得ですね。相手どんどん損してます。これ負けが近づいてるさ、相手これどんどん。さあどうする、2倍タイム入っていきなりケツゴレドーンはややこわなので、一瞬待つか、一瞬待って、
いや2枚ともドーンでいいかな。ヤンキー攻めが来る気もするが、ゴーストというのなんだろう、メガナイトかペッカか、まあ来てエリババ工場だと思うので、来たら守れねえか、いや気合で守れば。さあメガナイト、いやこの逆サイメガナイトは分かってますね、どうせ合わせても結局このドラドラでしばかれるんで、いやこれ相手の呪文次第なんですけど、マジライトだったらやばい。さあライトではないポイズン、いやマイティうまいな、あれ相手のマイティなんか無能になってる。いや今回の今の相手の攻めちょっとうまいっすね。さあ、まあ、ポイズンは全然いいんですけど、あれがやだね、名前が出てこん、マイキー。いやーこれいいぞ、サイド変えたの多分これめっちゃ正解で、ポイズンしかないから、まあ、ポイズンエレキとか、まあ、マイキーの爆破をうまいこと使われると処理されるかもしれないですけど、ここ最強っすねこれ。ヒーラーとかあったらマジで神だった。いやマイティの爆破とエレキが怖いが、さすがにこれは吸って、マジワンチャンブッパある、マジで、えマジで、しかもこのランパー追加で、おい来たー、これが相性でマジでやべ、まあ、マイティ爆破相手ちょっと使わなかったのが美味しかったな。そうメガラムっすね、まあ、これライトニングだったらボコボコにされてましたね。そうポイズンだったらアイドラもベビーも残っちゃうので、そこをマイティーバカーと一緒に処理とかされちゃうとちょっとよかった、危なかったんですけど、まあ、ライドラのリセットとか引いてね、たまたまこうやべなんかマイティモグラみたいな噛み合った可能性もある。マーガリン圧倒的バター派、おっとっつって、うん、いや今のはいいっすね、気持ちいいっすね、あそこまでこうライドラ、このドラドラが刺さるとね。ランパー、U のボンバー追加も楽しいからね。行くだけ。さあ、ペッカっぽいが。ザップってくんねえかな。あー、そっちか。ジンギー、タタか。さあ、これは、ライドラランバーだと、行かれるので。控えめに。エリババ来るかな、いやー来るよねやっぱり。さあまあダメージ的にはまあそんなではある、キング起動をチャッチしたいですね。うん、いやーこれ美味しい、マジで幸せすぎるこれは。さあキング起動してこの後の防衛がめちゃんこ楽になります。ザップミスってる、熱いなこれ。さあ神器かな、あ着衣がいたので、うーんそうっすね、ヒースピもいたなってことはペッカーないと、まあ耐えてしまえば勝ちかな。最終的にゴレドラドラ形組んで攻めとるね、ポーンで。だからそれまでのあ着衣、ほらあ着衣の武器がないっすねこのデッキ。まあザップ使ったんで来ない、いやマジで全部アチャクに勝てる。さあでもこれは
結構えげついカウンターでグッドゲーム漂ってないですか。さあこのデッキの強みはユニット追加なので、ユニット追加してユニット追加してユニット追加してユニット追加するといい感じになります。で後からはい、でこれはザップ打たれるのでしっかりランバーでケアして、いいね、オッケー。いやマジ守りが硬いんですよ、守りが硬いので攻めるんだけども基本的に常に守りを意識して、守れるなら攻める、守れるなら攻めるをしとくといい感じになりますね。いや墓石があるのもいいですね。なんかゴーレムって施設入ってないパターンもあるじゃないですか、まあ、あと檻とか墓石あるだけでこうなんか何でも戦えちゃうっすよね、一安心できちゃう。さあ、いやファイスピマジでやだな、ファイスピスリクララでマジ嫌いな攻め技トップ10ぐらいに入る。でゴブリンバレルか、これコカッチャンス近畿したいけどボンバーが有能すぎてできねえ。潜るかな、潜りません。キア、これでプリン処理できるのは美味しいよね。まあこれは別に2枚全部まで攻めない方がいいかな、てかトレン使っちまうかな。やべ、これロケあったか、ピューン、ごめんなさい。そうです、キングギトしてよし、いいねいいねそれいいね。さあ金起動もできて、もうすぐ2倍タイムにも入る。いや完全俺の流れっすね、まあ、問題はマイティと施設の突破方法なんだけど、そっち行くんかい。マイティはライドラやりたいんだけど、そのライドラに徹底ロケされるとねちょっとまたむずいよね。やべこれ高すぎか、いや天才か、美味しすぎ。待ってこれやばいよ、あマジで、いやマジでなんやねん、ちょっとぐだる。まあライドラさえいればなんとかなりそうだ、まああとはこのスケアイス、スケファイスピとかのこれイチコスケにはやっぱランバーユーノが刺さるんで、これ陸っすね、陸の使い方が大事になってくる。これ両サイ攻めっすね、マジロケもあるんで、こんな感じでめちゃくちゃいいだね、このなんかうわいろんな方向に行ってるみたいな、これこれ、まあ、これがリソースで、まあゴーレム届いただけでラッキーみたいな。いやこれマジマイティ背中さ分厚すぎ、たくましすぎてさ届かねえんだよな、ボンプなら範囲で。でが結合やな。さあライドラはやっぱねロケ打たれちゃうんで、えあいつそれやってっぞ、結構入るぞ、なんだそのダメージのおかげで勝てるぞ。さあこれベビーとか出しちゃって背面どこしちゃうか、めちゃくちゃ熱くねこれ、対応でも出したい。いやこのライドラの位置諦めてく、でロケ打ったらランバユーのベビドラ追加いくぞみたいなね。さあこのユニットのチラシ良かったな、この横全体でねゴレライドラで攻めるよ、真ん中はベビドラだよ、左はランバユーのデッキよみたいなね、あのチラシ加減がまたいいのよ。まあこのデッキだからこその強みというか、まあ、ゴレ使いの人結構やってくるっすよね、とかラバ使いとか大型の人たちはね、こう形組みつつもこう両サイをこういやらしく攻めるのがやっぱ上手いですからね、まあ、両サイ攻めはね意外と大事なんで、ね、知っとくと便利。さあ GY グレーブヤードスケラっすね、
スケラは樽、全然スケラじゃねえし、スケラは樽がねえので、ギャスね、引きたくはない。おい、おー珍しい。あ、これ待って、イリババいるかも。あー違うわ、コウモリなら。ザップアチャクイ、ザップいやマジアチャクイ嫌なんだよな。言うの、あ、メガナイトドリルだ。まあ多分メガナイトだと思うので、これも耐えてしまえば俺の勝ちじゃない。これドラドラ形組んだら終わりだと思うんで、まあ、序盤のダメージだけ気をつけて、圧着出してきたらさすがにこれ展開かぶせてもいい気がすんな。何合わせてもやられちゃうんでね。でも回ってない。さあ、まあキング起動できたら楽なんですけど、まあボンバーめっちゃ強い。これ出すタイミング悪いか。いて、さあワンチャン言うの警戒。墓石やっぱ残ってるだけ強いんで、墓石残したいね。うん、いやマジあれ厄介だな、アチャクイ様。ボンバごめんな、ありがとう。いやキング起動今できたな、気づかなかったな。いやーこの着衣はありがたい気がしたけど、よよ裏に持っていかないとドリルで。よしよし、いやこれ勝ったっしょマジで。どうやって相手、あ、でもドリル防衛があんのか。ガチで鬼きついぞ、これ相手。一生ドラゴンいるぞ。一生ドラゴンなんだけど、ライダーどっか行ったのやべえ。いやー、ここ一旦ステイ。いや、うま、あ、スキューブ出てきた。いや、うまいな、防衛。でも流れは完全俺なので。まあゴーレム行かれちゃうんですけど、ここは俺のタワーが残る方が大事で、このドラドロ生かしたメガナイト来るけど、いやうめえな、耐えるな。いやこれ禁忌されたら終わる。うわマジめちゃんこ仕上がってんじゃん。いやードリル結構いい味出してるっすね、マジ防衛の。マジでドリルが、スケブもこれまたいい味出したってからワンチャンしそうだけど。お、見えねえよな、何が起きたのか。見えねえけど勝ったわ、危ねえ。さすがに相手うまいっすね。ゴブドリで守りつつのキング起動もしっかりしてきたので、いやめっちゃうまかったな、危なすぎ。さあ最多トロン7球ですね、まあさすがにうまいか。さ
せっかくなら12勝いくか。よいしょ。いや、早い早い。ちょっと待って。トルネが、これトルネあればまたもう、ね、幸せだったのに。まあ、着衣ローグしかないっしょ、こんな。つってもうゴレ出します。全然違った。ゴルナイできちゃった。ゴルナイローグか。インドラとか出てきたらこれ美味しいんだから。メガナイトっぽいよ。おお、まあ、これはいや、ユーナ追加しても熱かったけど、普通に親衛隊ロイフグか。なるほどね。親衛隊ロイフグ初手ロイフグしたらやばいっしょこれ。結構追いつけねえぞそのため。まあ、ヤナメあるかどうかで世界変わりそうっすね。いや、なめあるんかい。いや、でもボンバーに外れてんのできいけど、できんだけど、できんだけど、ボンバー一発。まあ、こうなるとまた話が違うっすよね。やなめファイボになってくると、ワイのゴレが通らん。やなめファイボじゃないパターンもある。やなめタルババのパターンは、さすがに美味しいんだけど。さあ、これはホバーにもタゲを取ってほしいけど、うわー、思ったよりいかれるっすね。いや、いい攻めだな。うん、うざいぞこのライドラが。捨てか一旦。ああ、確かにそれもある。さあ、ヤナメファイボーっすね。いや、頑張れば守れるな。頑張んなくても守れるから。もしかして。やべ、ライドラ早すぎたな、これ。いやー、よかった。うん、来ない。さあ、もう絶対来るっすからね、まず。あれ？間に合わなくないぞ。オッケー、さすがに間に合わないので、まあ、時間稼いで勝ちと。いや、いいね。ヤファイ系ちょっときついんですけど、やっぱゴーレムとか攻防がいかれちゃうの、まあ、ユーノ結構いい味でしたね。ランバーユーノ、なんかムートとかさ、エリーババとかダクネみたいなさ、そういうカードがないっていうのがどうなんだろう。気持ちなんかちょっと軽いっすよね、一枚一枚が。それがいいのか悪いのかわかんねえけど、意外と好きだな、やっぱ。ムートエリババ破壊力あっていいんすけどね。マイティだって戦か。迫撃かな。圧着いいの。なんだこれ。いやー、これ金起動されたらマジ渋いな。あぶねー、なんだこれ。エリシェイか。いやー、縦線入る。マジでなんだこれ。なんだけど、これなんだこれ。本気でインドラマイティ縦線、なんだこれ。この相手なんだ。やだめ、嫌だよ。いや、迫撃スケラとか。いや、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。やべえ、これ。真ん中に出せばよかった。ほんなら逆にピュッていくだけだもん。マジ迫撃スケラだ。あー、いや、マジこれきついっすね。これっすね。後から太陽のタルとかもないので。行かれちゃう。まあ、こっから追いつけるかな。これちょっと川の回しで、ランバイキに。
迫撃、迫撃でさえないのか。迫撃っぽいけど、そう、まあ、フリーズなので、まあ、ライドルとかは残ります。それを生かして突破したいが、あー、だいぶ出てたわ、そういう、まあ、マイティフリーズがやばいっす、強いて言うなら。そう、これ、まあ、これは別に、超えとけないんですよ、まあ、問題はこっから俺が一生白くなってても大丈夫、相手も幸せそう。マジドラドラ最強だぞこれ。でもヤナム削りちょっとやだな。いや、いい、素晴らしい、自分で言う。一回剥がれてる。いや、きついぞこのドラゴンが一緒相手。いや、フリーズミスってる。さあ、きついぞこの U の追加とかも。陸技がやっぱ基本足んなくなるから。オッケーでしょこんな。おい、いや、やばこれ、よく追い上げたな。でもよし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 、さあってことで負けなしストレート12じゃない。いや、強いな、なんかマジでゴレダクネよりもなんか余裕で来てた。オッケーということで、皆さんもぜひこちらのね、しかもチャンピオン入ってないので、そう、ゴレムデッキね、使いやすいと思うので使ってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。